なんか V サインみたいな。ちょっと。大体どうなるんですか。島三つ。田中さん。まあちょっと西岡さんを囲んでこうシチズンの思い出でもちょっとここにダンスあるからね。僕がこっちで。こっちからこう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 からこうからだって。ここやってもらって。こっちこっち。そこダンスある。上がって。そこ椅子で座って西岡さんの横に座って。はい、田中さんですね。どうもどうも。御年87、うん、昭和5年生まれということで、うちの親父が昭和8年なんで、もう父親的存在で、田中さんにもいろいろお世話になりました。ありがとうございました。高槻の家にも一回泊めてもらってね、美味しいもんご馳走になって、京都まで帰ってたんですか。茨城。茨城。まあ、あのうつぼ公園のさっきの話も出たんやけど、田中さんもずっと西岡さんと一緒にそのシチズンの運営とかね、こう横で見てこられたんやけど、やっぱり西岡さんの功績っていうのは大きかったですね、市民活動におけるね。実際にね、やりたい。かぎましただけの気がするけどな。というか、うん、今になって思うんやけど、市民活動は活動することが目的じゃなくて、やっぱり成果作ることが目的なんで、まあ、はっきり言うたら僕はあの勢いが出とった頃に、もう選挙に出るのやめて、シチズンのサポートに入って西岡さんと笑かしとった方が良かったかもしれない。まあ、ある意味ね、そのエンターテインメント思考というかな、そういうのがあの部分的にエレメントとしてあった方がね、あの成果望めるんだよ。だから例えば私ウーマンラッシュアワーの村本みたいな、ああいういわゆる芸人さんがね、舞台でああいう、漫才をするというのは、もうそれは苦労ももちろんあるやろうけど、俺らがやってきた苦労と比べてどうやろう、同じぐらいの苦労やと思うの。でも効果は向こうの方が抜群に上なの。まあね、本当にあれでかなりの人間がね。そうそう。まあでも田中さんね、西岡さんが地道にやってきたことは本当にこう、珠玉の、こうなんかあの闇の中で一筋の光やったもんね。もし人なくしたもん。まだ人じゃない。ただちょっと見えてきたんよ。これね、スタジオやっとってもらっちゃうが。大使も多いんでね。で、まあ商売になるんやったらまだしも。これが商売になって、これで活動資金を稼げるっていう事業ならば別やけど、とんでもない。逆にあの自分の個人的な財力っていうか、力を奪われてしまってるの、スタジオによって。なら、スタジオがどれぐらいその活動に、運動に効果をもたらすかって言われたら、これはちょっと方向性が違うなっていうのは感じた。まあ、やっぱり何の金でも経営が苦しかったら何も回らんなるわね。そう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 。世の中銭やでってことで。よいしょ、田中さんありがとう。マザーさんちょっと出て。ほな、ちょっと食べたって。誰か出な。なんか iPhone がまた曲がってきてます。曲がってきた。え、そう、誰かだ、僕。ありがとう、ありがとう。降りてきた。ありがとう、ありがとう。よしよし、田中さんありがとう。クリップをね、外すなんかなんかいらんとこされそうな気がする。そうや。いいよ、西岡さん座って。よいしょ。誰かなんか、コメントついてない。コメントは上にあるか。俺最近の人は知らんからな、あんまりここ寄ってないし。まあでも今日も二丁音願寺やってるときちょろっと見たんやけど。あ、そう。18人、同時視聴か。同時視聴、僕も、あの八
8年間ずっとやってきた中で、うん、ここ2年間ははっきり言って低迷してる、はいはい、でちょうど去年の今頃やったかな、一月以上休む時やったり、あそれどうしても落ちるけどね。ただツイキャスっていうのももちろんそのユーストリームも今やって僕やってる YouTube ストリームもライブもそうなんだけど、やる人が増えてくると視聴者必ず分散するから、うん、そうそう、うん、いやもうね、マチカメ TV はっきり言うてまだ続けるけど、あと10年ぐらい続けるけど、うん、これはもう活動の勢いの残滓、うん、残滓だね、残滓、うん、もう飛沫、うんうん、拍手を言うて最終勢いがあとふわーっと漂ってるだけ、えらいすいませんと汚いよねバイキングの話じゃん。いやけどね、これは最初ウツボ公演のそのデモから始まって小沢真っ白でやって、はいはい、その時にツイキャスでデモを撮影して、うん、そうそう、で陸上怪事件は冤罪だと、うん、ね、頑張れ一郎とかでやったけど、うん、そんなんやったのはなんか画期的なことやだこれ。そう、え、やっぱりそれはみんなたくさん見てくれてた。もう一回みんなのノリを呼び覚ましたいのか頑張れ一郎とかね今二十歳過ぎの人とかは何の話かわからん、うん、みんなね、あの残ってる、田中さんも残ってるでしょ。ね、陸山会事件は冤罪だってね、もう国会であれ、東京、この辺り響かせたからね、うん、頑張れ、小沢、負けるな、一郎って言ってね、懐かしい、懐かしい、あの、ね、国会の周りで、大体ね、なんね、あの、まあ、東京行った、国会の周りに集まれ言うたけど、なかなか集まらん、どうしたんや、思うて、何ちびっとるんや、言うて。まあ自分が呼びかけるだけじゃなしに、まあ、あの自分も協力せないかんよういつものパターンで東京の、デモにもねあちこち参加した。そうしたらね、まあ、新宿で12人逮捕された3ヶ月あの原発事故から3ヶ月後の、ね、うん、デモとかに僕も出て、2500人集まってね、うん、第一定団、僕は第二定団のあの先頭で僕のね、うん、脱原発カーで一大隊引っ張って、そこは逮捕させんかった、はいはい、マイクで近づいてくるやつに俺逮捕するぞってこっちがやったあの後ろで第一と第三、第四定団で12人逮捕されてね、うん、あの時はなんだ、高円寺の高円寺の素人の乱が中心、素人の乱ね、トライを集めるで、うんうん、であのほらあの野田総理の時に面会に行って、多数の女性が問題だったあのミザオレッドル、はいはいはい、あの人は僕の車の後ろをこうついて踊ってる、まだこれ残ってるけど、本当に集めるためとか菅野さんが乱暴さんとか言ってそんな話は知らん、ちょっと内輪でね、あのいろいろと話題になってるけどね、まあそんあの頃に若いやつにこう聞いたら、国会の周りはあの逮捕されるからあかんっていう、もう染みついてるわけよ、みんなが、うん、なんとなくそう思ってたよ、みんなね。で、こっちのほら、ひげ戸田さん、うん、まで国会の周りはやっぱり逮捕されるっていうようなね、ことを言ってたから、うん、それで、なんでやねんって言って、それで、その頃はまだ僕がほら、汚れがついてない綺麗な体だから黒で汚れてた、やっぱり4000人、5000人見てたらね、うん、間違いに、はいはい、これで国会の周りで演説しても、うん、あれ藤島全然逮捕されんやん、うん、あいつは寄付金で酒飲んでニタニタして、居酒屋でまた赤い顔して笑ってるぞっていう話になって、うん、なんや逮捕されんや言って、うん、国会の周りでも大丈夫や大丈夫やなって、うん、でだから若いやつはね、正直言うて警察がこう圧力かけてきたら逃げるんよ、うん、まさにその不法の州で蜘蛛の子を散らすようになるんや、はい、ただ小沢事件のこの陸山会事件で集まってくる人たちは腰が入ってで、白髪も多いし、そうするとね、警察来たら噛みついてくるようなやつばっかりだよ。それが最初50人集まって、ついに350人やった。その時に瀬川康介さんなんか引っ張り込んでやったんやけど、その350人集まった時に
あの小沢グループの6人ぐらいの国会議員がまだ数が多かったから出てきてくれたよ、はいはい、あの広島の佐藤さんとかね、はいはい、まあ頑張っちゃったね、うん、あの時がピークやったね、あ僕のね、はい、2011年のあれが2012年の春ぐらいちゃうか、そうやったかな、そうやったな、うん、11年のさ夏に宣言の会の方針が、うん、そのいうデモから、うん、街頭演説が変わった、うん、で梅田の立教歩道橋は歩道橋の上、あそこで、これね、本当はタブーなんだけど、あそこであえてやったんや、さすがにそんな場所から飛んできよったけど、もうみんな若い警官に説教して、お前何の権限やってそんなことする、ああもう、まあ、ある意味爽快ではあったけれどもね、ほな、まあ、ちょっとベテランの刑事が来て、非常に停止でね、まあ警察の教育もしながら、うん、まあ、でもあのそうツイキャスの黎明期から始めて、うん、各地も回ってみんなが俺感動したもんね、うん、関大の前も関西電力の前も関電の前もそうだけど、ね、うん、全国の県庁所在地の電力会社の本社の前とか金曜日の夜やってるわけ、はいはいはい、これに感動してた、言うても誰もしないね、うん、オキュパイ今はね、昨日はやってなかったあの梅田オキュパイ運動、梅田の開放運動っていうのが、うん、毎週金曜日にやってるんだけど、まああれも今の我々の時代の救済運動、オールドサイドの男子の連携が集まって、で、まあ、若い子らも紛れ込んでね、やってて、でこの間、人民新聞の山田編集長が、ウトダウンされたのよ、で、長々とね、交流されてて、ついこの間、釈放されたけどね、保釈金400万。ああ北海道の丹羽さんが入ってくれてる、丹羽さんどうも、丹羽さんどうも、です、怪我に惜しかったですえ、もうそれはもう、え、もらった、あ、もらったな、そういや、そうやろ、俺は食べんままやった、全部食べられてるえ、金がさ、供託金は痛かった、そうあ、こんにちは、あ、こんにちは、見てくれとる、ご無沙汰しております、そうそうそう、ね、西岡さん頑張ったけどもあのそろそろ缶桶に入らなあかんいやいや、まあ、ゆっくりするわいや、やっぱりこう市民メディアでやらないかんのやけど、まあ、やっぱり経済的なもんがね、いや、まあまあちょっと内輪の話もあるけど、ここはこのビルはちょっと僕の高知のホテルの絡みもあったから、はいはいはい、そうやったね、あそこがうまいこと人脈ができるからちょっとごちゃごちゃして家賃はごまかしてきてるんで、ああ、さすがなかなかうまいこと、まあ金かけたから運動ができるというわけでもない、まあね、それとね、スタジオがないとこうした、まあ、ちゃんとまとまったね、あの映像を届けることが今まではできなかったけど、これからの時代っていうのは本当に読まれる、どこででも放送ができるか、うん、だから放送が続けるで、まあ、でもね、あのもう一人も集まってきたから、うん、マツカフェ TV はあれしてる、あと15分ぐらい、まあ、あの声かけて、もうそろそろあれ やめるときはやめるときして、ああ、そうだね、あ、ババさんどうもスイカ市会議員の刑事元小沢さんの秘書や、そうそうそう、まあ、だからあの陸山外事件の映画化については西岡さんがさまざまにスタジオでやってきたこと、もう録画があるし、デモの映像とかもいっぱいあるから、あとは
小沢さんはじめその秘書その関係者のインタビューとか、ね、そういったものだけ取れればあとはできるんですね、編集すれば。まあ、アセットはいっぱいあるしね、資料もいっぱいあるので、あとはあれよ、再現ドラマでもそうそうそう、うん、だから結局ほら、うん、その映画を小沢陸山会事件の映画を作るにしたって、うん、どういう立て付けよね、うん、小沢さんたちが主軸になって作るのか、それとも陸山会事件をこう感じて見てきた我々市民活動の動きを中心に描くのか、うん、そういうドキュメンタリーを作ろうと思わんのね。あ、そうです。ドキュメンタリー作るにはなんか傾いてる、ちょっと傾いてる。長いどうも皆さんお世話になった方々が続々と、先輩、ちょっと山崎さん、山崎さん、ちょっとここでマチカフェ TV でちょっと異論の言葉を投げてやって、西岡さんに田中さんも言うてもうたよ。ここ僕と変わって、いや今の情勢もないもん。いや違う、これまでの西岡さんお疲れさんぐらいで、ちょっとここはもう大阪の拠点でいろいろ皆さん集まってきてますね。シチズンの放送はさっきも終わったんで、この人勝手に終わるんだよ。早終わったね。まあまあ間違えていいみたいな。そのちっちゃいの持って。ここ座って。山崎さん。カメラこれだ。これ。半分線っていうのは。はい、山崎さんです。こんにちは。もうね、西岡さんと山崎さんは最初の頃からやね。そう、11年のそのデモ。うつぼ公園の。うつぼ公園のデモから、ね、凱旋活動に入った時もそうだったし、で、まあ主にはでもあっちだね、討論場室の頃に、ね、この人はまともよ。皆さん、この山崎さんはまとも。だいたいまともなんですけど、まともでないのが今の日本、あれ日本ということで、まあいかげんなじいさんが、まあ、やってきたということで、西岡さんが使ったりして陸山会事件をやらかしいというのが、きっかけではあるんですけど、まあ、ほんとひどかったですね。来る日も、次の日も、その次の日も、雨が降っても、やりが降っても、大沢が、朝の終わりでしょう、昼の終わりでしょう。まあでもね、今のね、テレビのワイドショーは、それに輪かけてひどいね。あれ一応高校やったんですか。いや、寂しいなと思って、あれがどうだったんですか。何なん、根拠も罪もないことに朝から晩まで大騒ぎしてて、これはおかしいなと、で、その後起こったのは何ですかね、あまり金をもらっても一緒な、金をもらっても起訴されます、テレビも新聞も何もない、皆さんこれおかしいと思わないね、5000万の金が金額が違うっていう、それなんか、それから5000万がどこのか、そのね、カバンに入れて帰った猪瀬君も何もされない、その16倍の金をもらったっていうのも、何も呆れてるか、まあそんな世の中なんですね。今それは昔も7、8年も前の話だけど、今っぽいのはテレビ見たら朝から晩までオリンピック、全部オリンピック、いやもちろんそのね、種目で活躍した人それは立派にやってこられたと思うんですけど、ね、それ同じように感動しなさい、感動の押し売りはいけない、したい人がすればいいので、というふうな世の中になってないかなというのが心配です。西岡さん、野々花さんが長い間お疲れ様でした。あ、どうも。また違う形で、やってくださいね。ご活躍を期待しておりますということで。はい、ありがとうございます。まあ、方向性は見えてきました。だからね、今までやってきたことは間違いではないけれども、これからの時代には、やっぱりこれからの時代に合わせて
金をかけずに、うん、で、まあ、あまり体も動かさずに、ね、楽に効果を上げる方法を模索しながら、まあ、生活もあることですから、ね、仕事も頑張ってやって、活動も続けていきたいと思っておりますので、うん、ぜひあの5000円をですね、山崎さん、だからちょっとね、山崎さんの言葉で、西岡さんがやってきたこの、ね、これまでのシチズンの、まあ、功績と意義みたいなところ、ちょっと今日はお追試やから、ね、その頃からね、あの東本場シチズンの前南の方で作られてから、西岡さん活動してこられたんですけど、まあ、先ほどちょっとマスコミ批判みたいなことを言いましたけど、それ以外の報道が日本にはないと、決まった報道しかないということで、もう別の情報を上げることは日本で今一番必要なものだというふうに思っています。まあね、それもね、パラドックスなんですよ、まあ、で今僕はこれから向く方向見えてきたって言いましたけど、やっぱり元々がね、検察庁をマスコミを改革せよって言ってぶち上げた、最初がそれやったわけでしょ。やっぱりそのスタートは初心忘れるべからずでやっていかなあかんし、でやり方は変えるけれども、やっぱり市民メディアを作っていくっていう方向性は間違ってない。うん、間違ってないどころか、もう今の日本に一番必要なのは、うん、多様な報道、多様な価値観でいろんな人が自由に意見を言えるという。ただね、いろんな人が自由に意見を言える、たくさんの人が意見を言ったら、たくさんに紛れてしまって誰が何を言ってるかわからないっていうのがあります。いやいや、今昨日テレビ見てわからんか、どれもこれもオリンピックや、お前関係ない。マスコミはね、だから、SNS のものを決めてんだよ。今 SNS とかね。よし、先輩が続きはとやってもらう。ありがとう。ちょっと山崎さん。馬場さん、ちょっと一言、西岡さんにねぎらいのことは、はい、すみません。一応今日はね、毒舌マチカフェ TV も西岡さんお疲れさんありがとうというパターンになってますんで、はい、知らん人もおるんで、ちょっと、西岡さん紹介してください。吹田市会議員の馬場圭次郎さん、こんにちは。元民主党で、陸前会で小沢さんの、施設秘書をやっておられて、2011年の8月か、僕が退職するちょっと手前の頃に、ね、大阪宣言の前で飲んだんですよね。まあまあ、なんと政治家っぽい政治家やなとは思いましたけど。政治家っぽい。お褒めいただいてるか分かりませんけど、ありがとう。まあほな、3時から仕切りに入ってますんで、いろいろ西岡さんにお世話になります。ありがとうございました。これからなんかセレモニーに開催されるみたいなので、よろしくお願いいたします。もうセレモニー中は放送しませんので、はい、はい、じゃあ皆さんどうもありがとうございました。マチカフェ TV のご覧の皆さん、ありがとうございます。はい、どうも。